ポンパンポン。この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回トークン集めの旅が始まったところから続きです。どうやらそのうち一つは、ここ太陽宮殿にあるみたいです。敵のレベルも上げてみたから、ここでどんなもんかも確認かな。それにしても、すでに新しい敵の気配ですね。カマキリとヘビか。バスキにソード移動。水弱点と土弱点ですか。地味に土系がやや不安なんだよな。ヨモギちゃんもヒーラー系にしてますし、U ターンの穴掘りくらいですからね。後で魔法の土系を見てみるか。そこのヘビさんも土属性も扱うみたいですけど。毒なんだろうな。やっぱりスライムショットですか。最初はブロブ系だけ使うのかと思ったけども、いろんなやつが使うよなこれ。粉雪ちゃんが順調に必須要因になってきました。凍結&シールドでとりあえず出しとけば活躍するんだよな。おや？早々にバスキの卵ゲットだ。バスキって聞くとどうしてもあのデザインが浮かぶんですよね。さて、以前は西側から入った太陽宮殿ですけど。向こうはイモリとかがいたっけかな。ふむふむ、この見えない足場はやっぱり踏めないと。よし、メンバー入れ替えも完了。なんだかんだで経験値を吸わせてる時の編成で苦戦することがあるよな。3体は固定にして、後の3体を育成用にすればいいんでしょうけどね。虎徹の一戦はやっぱり気持ちいいな。あれで倒せなくてもそのまま失血で終わったりしますからね。あや、星5でも卵でなかったか。結構あるあるですよね。ここの上は、やっぱりこの足場以降ですよね。一応、マップの SS 取っていけてない場所は加工してるのがあるんだが、あくまでもマップにチェック入れてる管理のものだからな。これは。反応したのは別の場所か。ここはカタールプラス3が出ますね。カマキリのレアドロっぽいな。ここでちょっとマネキューにレベルバッチ。最近あんま見てなかったもんな。ここいらになると結構な数のモンスターになってますしね。かくいう自分も、この時どの子育ててたんだ。ってなっていますからね。今度はなんだ？上半身と下半身が分かれてるな。人気なんか？後ろ側にっぽいデザインだな。ちなみにレベルは22になっていますね。水丸以外はそこらが多いかな。なんだかこのパーティーも久しぶりですね。飛びすけの出番が減ってきたからな。20以降のスキルを覚えていけばまた編成も考えそうですね。ところで、人気なんかの耐性とか見てなかったな。魔法耐性だけは見えましたね。人風が弱点になっていますね。
余談ですが、この人気なんかは割と最近の未確認生物ですね。ガンビア共和国のキエンウエスト国立公園の沼地にて、目撃された水生のユーマだそうです。ちなみにいつくらいの話なんだ？2003年に初めて目撃されたそうですよ。へぇ。外見は角を生やした馬のような頭に、ワニまたは蛇のような長い胴体を持ち、鱗を生やしているとされるだそうな、ワニと誤認したのでは、というお話みたいですね。ふむ、その特徴だとこの見た目はそれっぽいな。言ってる間に偉いことに。うわ、タイマンじゃねえか。いやはや、パーティーチェンジミスが痛かったですね。星にとか久しぶりに見たな。あまりポチポチしてると危険ですね。ふぅ。飛行を使うときはタイミングシビアなの多いよな。アーモンド。これで、あとは。おや？クリムゾンジェムか。やること多い割に一個じゃ寂しい感じですね。お？あ、時間計ですか。なんつう余裕のなさ。これは厳しそうですね。水で別のアビリティは今のところいないですしね。というか、人気なんかはさっき聞いたような見た目してるな。ソードリドーは思ったよりカマキリっぽくない顔ですね。バスキが意外と可愛らしいか？体のつながりがすごい場所ですね。イモリは反対側の入り口だったけど、こっちでは見てないな。ビクトリー。とビスケから豆球に変えたら2から5か。回復って偉大ですね。今の卵。人気って書いてあったよな。ということは、人気なんかの進化前でしょうか？こいつは、進化前っぽいな。シンプルに大きくなったって感じですよね。アビリティは同じで。子供みたいな感じですね。恐ろしい川のドラゴンである人気なんか。川、ドラゴン。そういや、進化の木でもらったカタリストがそんな話あったよな。ワープを見つけたら一度戻りましょうか。そうそう、この魔法の粘土だ。確かこれが同じ川のってお話なんですよね。おや？ふむふむ。一度この穴から地下水路に行かないとなんですね。じゃま、ちょうどよくワープクリスタルあるし一度戻るか。
て、預けていたのって何か変化してるんですかね？いや、特に容器もなかったし、本当に預けるだけの施設か、これ。ああ、レベルもこんなもんでしたし、そうでしょうかね。ちょっと土系も必要ですし、割と長くいるえのきを連れていきましょう。7だから育つまでしばらくは入れっぱなしにするかね。達也さん毒タイプ好きですもんね。それだけ聞くと6でもないな。OKOK、合ってるみたいだぜ。人気なんかになりました。しかし、人気だけだとメソポタミアの女神になるので割と別物ですよね。確かにそう聞くとややこしいな。人気なんかは魔法耐性で、ライフが多めみたいです。土属性の泥キャノンとかが初期スキルか。それでは地下に降りる前に、西側の入り口まで開けておきましょう。おや？スコルチってその連れてるやつか。この子もなかなか可愛いですよね。このベックスとはよく合うな。今度も別のところで合いそうな気がする。そうだな、次はホライゾンビーチあたりとか怪しいな。つまりここが終わったらホライゾンビーチに行くってわけか。で、ここの箱はさっきのスイッチですよね。これを押して。なるほど、移動速度が足りないってことは。ここでマウントの出番というわけですね。よしよし。コートプラス4だと。もう4とかも出てくるんですねー。水丸にはなかなかいいな。クリティカルって 33% 超えてくると楽しくなってきますよね。確率だからばらつきはあるけどもな。イモリ出てきたってことは、西側付近かな？以前は戦わずに煙騙したので、どんなステータスか知らないんですよね。こいつも土弱点か。火に強いのは意外というかなんというか。あ、そういえば水丸もスキルをリセットしてグローリー覚えたんですよね。現状グローリーは重ねがけできないから、重ねられるようになるとまた楽しそうだ。イモリもアイススピアなんですねー。確かにやりもちではあるな。これは地下水路の相手次第だと時間かかるかもですね。そうだなー、他の属性や物理とかなら問題ないが。壁チェックよし。お？無事に届いたか。太陽の石。RX。カタリストみたいですね。太陽、太陽、そんなのがいけそうなの。それある？え？エレキなんじゃないですか？あーいや、ソラールのネタ元の人が太陽の騎士って言われるくらいでな。
それじゃあ、こっちでは関係ないのでは。ほら試すの自体はタダだし。確かに。よーし、無事に星5です。粉雪がかなり優秀だよな。シールド終わってから暇なら凍結ついでに攻撃してますしね。バーダントジェム。あ、これで西側の入り口まで繋がったみたいですね。どっちからでも行けるような作りになってるのはいいよな。ビクトリー。イモリも見た目の足軽感は結構好きなんだけどどうするかねー。いやー、私自体が戦わないのもなんですけど、選ぶのも楽しいですね。それじゃあお試しで。これでいけたら普通に笑うんだが。ブハハハハハハ。自分で言っててなんだけど、マジかよ。でもフレームナイトなんですね。ブ。いやー、こう来たかー。私には何のことやら。こんな感じの人だからさ。これは使いたいぜ。はい。炎系のスキルが増えてますね。感電がどうなったかだな。とりあえずスキル振っていきますか。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価をいただけるとモチベージにつながります。